じゃあもう本当に心を決めて乗り込むしかなさそうなので、うん、行こう。わっ、聖なる卵、もうダンジョンじゃん。うわー、色合いがすごいね。うぃーな、ちなみにメモ的にはまだか、左上右右みたいなこと書いてあるんだけど、お、ど、あ、落ちちゃった。どうする、戻ってきたね、入り口に。あら、落ちるしかなかったということでよろしいのか。じゃあまずここからスタートということで、左上、上、右、これちゃんと元に戻っちゃってるとかじゃないのかな。右右上、なんか景色が変わらなすぎて、ちゃんとした道私たどれてるか不安なんだけど、あとは上に2階行けば終わりなんですけど。あっ、来た、やばいよ、どうしよう、みんな行くしかないのね、マリンちゃん、みんな僕行ってくるね。あ、もうちょ、ほんともう半分くらい泣きそうになってる。あ、模様が、我らは悪夢の中より生まれいでしもの、夢という閉ざされた世界に秩序を築くがため、風の魚に永遠の眠りを与えた。これで目覚めによって島が消えてしまうことはない。我々こそ神なのだ。だがお前は来た、我らの邪魔をしにな。くっくっく、お前には我らを倒すことはできぬ。行くぞ。これラスボスか、だからやっぱ、え、じゃあ誰、あー、知らない人でありますように。風の魚でもなさそうだから、誰？闇の怨念みたいなやつ出てきた。闇の怨念みたいなやつ出てきたよ。ちょっと待って、何人を装備しとこうかな。ブーメランにしとこうかな。マジックロッドとかの方がいいかな。はいはい。なんだ、食らっちゃう。魔法の粉。いや、いいか。はい。意味ない。はい。ちょっと向きが、うん、ガン。なんだ、全然得体の知れないものが襲ってくるもん。真っ黒クロスケ出ておいて、斜め、ふっ、粉に変えたところでなんかなるかな。近づいてきたところを、はい、あ、なんか効いたっぽい感じする。はい、ちょっと相打ち感あるけど、はい、あー、はい、よしよし。マジックロットで効いたのか効かなかったのかわかんないな、私がうまくできてなかった。うん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 、跳ね返せはしないのか。弓矢とかにしとこうか。はい、貫通する、こいつ貫通するぞ。今のうちに行く。ダメだ。はい、ダメ。これマジックロッドで行ってみる。ごめんね、ちょっと盾構えたまんまやるとぐるんぐるんしちゃうけど。全然違う。なんだ、今度はなんだ。実体はある。あ、剣でよかったんかーい。なんでさっき、なんでできたの、なんでさっき切れたんだろう。え、ドーン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 、なんでさっき切れたんだ。ダーン、ダメだ、跳ね返されるよ。うんうん、また切れたぞ、切れたぞ。ほん、弾を剣で跳ね返してたりする？ちょ
と待って、はい、いやー嘘ー怖い、ちょっと待って、飲む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 、はい、あ、なんか偽物の弾だ、偽物じゃない時にやりたい、普通の弾、お、返せた返せた、やった、これ伝統的ゼルダといえばの戦い方や、あー畜生ゼルダといえば来たよ、この前の雑魚敵がそうかと思ってたけど、あれ盾構えてても食らうんか偽物は、いやずるずるくないか偽物、お、来た、やった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 、来いや来いや来いや、はまた変わるの、変わる、次何、あ、背中だ背中、ボスラッシュ来たんじゃないの、この前はさ中ボスラッシュだったからちょっと手応えないなみたいになっちゃったけど、ボスラッシュ来たよ、影分身カース、うー危ないなカース、はい、もう2個目飲んじゃったよ、もうこのペースまずいよ、はい、ちょっと尻尾、よしよこせよ尻尾、お尻を見せろ、そして次は、あの、うわー、カースガノンみたいの来たんですけど、本物、なになに、火の炎のキース来たよ、はい、いや、ジャンプで避けるしかない、ジャンプジャンプ、なんですか、もうさ、いろいろとさ、ちょっと待ってちょっと待って、一回待って一回待って、そうか、寄せってそうだよね、全回復するわけじゃないんだよね、待って待って待って、カースガノンはどうしたらいい、これ弾かれるか、剣かな、剣剣、はいはい、これも打ち返せるなんてことはないもんな、投げてくるが、この間に、うわわわ、もう死ぬってもう死ぬってどうしよう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 、難しい、なんか急激になんかヒントがないんだが、ヒントくれなんだが、はい、ジャンプジャンプジャンプで、なんかこれをやってきた時にさ、なんかさ、どうしたらいいんでしょうね、むずいなむずいぞむずいな、もうこれ一回死ぬのは確定の予感がしてる、はい、ちょっと待って、他にできること、他にできること、他にできること、うーん、オカリナ吹いてもな、オカリナ踊ってくれるなんてことはないよな、ノリノリソウルフル、あー、無理？はっ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 、うーうー、ダッシュ、おお、捨て身の攻撃があ、そっか、薬があった、ありがとうみんな、薬がありました、生き返った、最後のチャンスや、捨て身タックルが効いたんで、ちょ、ダッシュだな、ダッシュ、これは避けまして、はい、ダッシュダッシュ、あ、よし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 、絶対あれカースガノン、やだ、お前は何ですか、知らないの来た、知らないの来たんですけど、知らない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 よ、よしよしよし、回転切りだ、困った時の回転切り、よし、はい、オッケーオッケー、逃げながら、うん、ん、何、今度なんだ今度なんだ、ちょ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 、こんなにこんなに携帯変えてくるボス、私戦ったことないよあまり風たくぐらいでなんか4段階くらい変わったような気もするけど、ガノンがね超絶変わるじゃん、ちょっと待って、これもダッシュ切りか、ちょっと待って、ジャンプジャンプ、ダッシュダッシュダッシュ、目、あ、目目が目が、弓か、目開けと行ってくら、さい、なんか先っぽが赤いのも気になるけど、あ、やばい忘れてた、 X を押すの、はい、オッケー、効くな、はい、死にたくないんだ、あー、くそ、もう一回目開けろ、はい、
ッケーで逃げてから逃げるで、ま、前向く前向き、はあ、打ち無駄打ちしすぎ、ういし、オッケー開けろ、オッケー朝ですよ、目覚ましてくださいね、はいで、いし、ちょっと速くなってんな、速くなってる、行ったり来たりが速くなってる、よし気がする、右からの左、速すぎ、はいはい、はあ、お上にジャンプで良くなってんな、あ、もう上にジャンプで良くなってるって私言ったのに、よし、はい、オッケー、うわ白目向いた、消えてしまう、壊れてしまう、我らの島が、我らの世界が、我らの島、我ら、やったけど、やったけど、クミツーよ、よくぞ悪夢に打ち勝った、上がってきなさい、フクロウさんは味方でしたね、やっぱり、うわすごいとこ来たな、もうねさっきからちょっとほんとドキドキと不安が止まらないなあ、ほほほほ坊や、いや組津殿、よくぞ悪夢に打ち勝った、その知恵力勇気はまこと勇者の証じゃ、わしは風の魚の心の一つなのじゃ、あーなるほどね、だから使いみたいな感じで本当に風の魚から来てた使いなんだね、風の魚が眠る間夢の世界を守ることがわしの役目じゃった、じゃがある時夢の裂け目から悪夢が芽生え島を蝕み出したのじゃ、そこへ目覚めの使者つまり組津殿が来られた、わしは信じておった、お主は悪夢に負けることのない強い勇気の持ち主じゃとな、ほっほほっほ、ありがとう組津殿、これでわしの役目は終わった、風の魚に帰るとしよう、さらばじゃ、ほっほ、あー笑顔だ、これを笑顔を見るとはやったことは間違ってなかったんだなと思えるよね、うん、ああ風の魚だ、私は風の魚、眠りについて一体どれくらいの時が経ったのか、はじめ私は卵の夢を見ていた、やがて卵の周りに島ができ、人や動物が生まれ世界が生まれた、だが夢は覚めるもの、それが自然の定めなのだ、私が目覚めるとコホリンと島は消えるだろう、そうだよねやっぱり、っていうかさ一個なんかすごい奇抜じゃん、なんか風の魚でなんか目の下にキラキラ3つついてる、横かついてるんだけど、私クミツーのアイコンになってるトワイライトプリンセスのアゲハちゃんっていう元ネタがあって、まあそれをそのキャラクターが好きで今私このアイコンになってるんですけど、なんかちょっと似てない目の下に3つキラキラがついててさ、まあ色は違うんだけど、トワプリのハイリア人ってまとめちゃっていいのかわかんないけどについてたりするんですけど、なんか似てんなしかしこの島の思い出は現実として心に残る、あそして君はいつかこの島を思い出すだろう、この思い出こそ本当の夢の世界ではないだろうか、ありがとうクミツ、時は満ちた、共に目覚めよう、さあ奏でるのだ目覚めの歌を、
まだキノコ取ってる。あーやだ、ワリンちゃん。あ、やばい、涙出てきた。ひぃ、あ、2D になった、アニメーションになりましたね。夢の魚？うお、でかい、でかい、でかいな。でかいな。はいや、本当にあったんだなって、ね、思えるようで。うわぁ、くぅ、涙が。あぁ、終わっちゃった、消えちゃった。終わった、クリアしました。あ、夢の魚が、このねアニメーションで始まって、あ、そうか、現実世界はじゃあアニメーションとして描かれてる感じだったのかな。うん、でこれで終わりと。今ちょっとね、まあ、感動もあるし悲しいのもいろんな気持ちで、はあ、いろんな気持ちでいっぱいで涙も出てる感じなんですけども、うーん、感想をね述べていきたいなと思います。あいろいろ考えてはきたんだけどね、やっぱ感極まるとなかなかうまい言葉が出てこなかったりするんですけども、うー、こうね、あ、何を私がやっぱりこれまでやってきたのとは一味違うというかね、同じゼルダなんですけれども違う点っていうのがいっぱいあってね、やっぱクリアしたって気持ちももちろんあるけれど、あ、消えちゃった何もかもっていう気持ちとかね、他はやっぱ悪いのを倒して終わった、やった、平和な暮らしが来るっていう感じで終われるんですけどね。ただまあ終わりのリンクは結構晴れやかな表情もしててね、うん、現実世界に戻れて、で消えちゃったけど全部現実にあったんだなみたいなね感じの表情してたんで、まあそれは良かったなと思って、それでちょっと薄まった感じはするんですけど、モヤモヤというかね、悲しい気持ちが、うん、リンクの表情でだいぶ消えましたね、私も。でね、他にもなんか作品として違うなって思ったのは、まあもちろんあれですよね、他の作品がいっぱい出てきたことを、うん、マリオとかね、カービィとか、あとは私がねやったことなくて気づけなかったところもあったんですけど、手紙が来ないって言ってね言ってた人、ライトさんは、シムシティっていうゲームのキャラだったり、あとは、お、音が、リチャードさんっていう青い服をした人はゲームボーイのカエルのために鐘は鳴るっていう、あ、終わっちゃった喋ってる間に終わっちゃった、喋る時間があんまりなかったな。
セーブをしましょう。クリアしたデータをセーブしますか。ちょっとここで感想を喋らせてもらってもいいですか。うん。とかね。あと、マムー。歌を教えてくれたマムーは、スーパーマリオ USJ のキャラクターとかね。任天堂のね、作品をいろいろやったことある人には、本当に楽しい、そこら辺でもね、楽しい作品だったなって思います。他にはないよね。そして、まあ、さっきの話にも通じますけど、基本的に平和な日常が何かをきっかけに急変して、すごい怖い世界になるっていうのが、まあ、うん、そういう流れが一般的には多いかなって感じがするんですけど、それがないですよね、この夢を見る島に関しては。流れ着いて、いつでも平和な暮らしをしてると。一方で、リンクは、敵を倒したり、ダンジョンを攻略したり。で、終わって戻れば、また特に何も変わらない生活をしている人たちがいてっていう。その、のほほんとした空気の中に、たまに来る不気味さ。うん、何回も言ったことあるけどね。だから、余計に印象に残るというかね。うん。でね、まあ、一番最初の時に、結構人気がある作品っていうイメージがありましてっていう話をしたんだけど、やってみて本当に人気がある理由がよくわかりましたね。本当に。やっぱりね、なかなか最初にも言ったかもですけど、2D の昔のゼルダって難しいイメージがあって手が出せずにいたんですけども、いやーもう本当に今回できて、よかったーもうゼルダ本当に好きでやってますけど、また印象がガラッと変わったというかね。うん。やれてよかったですね。じゃあ一旦セーブしましょうかね。ああ、戻りましたね。ただ、これで終わりにしたいところではあるんですけど、ワンワンとか手に入れられてないところもあるので、もしかしたらクリア後の何かっていうのもあるかもしれないので、ちょっと一回つけてみようかなと思います。いや、こっから始まったんだよね。遭難したところから全ては始まったっていう。ああ。本当は戻ってくるべき場所じゃないんですけどね。この平和な感じが本当にいいよね。あ、ワンワン出てる。よかったよかった。やろう。一発で取れたらいいな。あー、ちょっと右にやりすぎたか。ダメだ。ダメだ。コツを忘れている。あー。おーおーおー、荒ぶった荒ぶったな。オッケー、動かない。よし、これ取ったでしょう。頼むよ。二度目のチャレンジで、ぐるぐるするけど大丈夫。オッケー。でででで、ワンワンのフィギュアを取った。近くで見てもものすごくリアルだ。やったー。お、あんたやるね。こりゃもうプロ認定だな。プロはさ、お断りみたいのなかった。よし、パネーシをあげよう。ありがとう。ありがとう。はい。多分クリア後じゃないと取れなかったと思うので。うん。あ、そんでもって今度からは一回5ルピーでいいぜ。プロはお断りだったはずだけど、リンクは大丈夫みたいですね。ああ、よかった。よっ、プロ。よっ、プロって呼ばれるようになった。うん。はーい、マダムニャンニャン。コレクション増えたぞ。はい、置きましょう。これで最後だと思う。ワンワンのフィギュアだ。今にも動き出しそうだ。本人もいるもんね、ここら辺。クリア後の特典はこんなものなのかな。あとはなんか表示が出るらしいんだけど、ちゃんと全部取れてますね。うん。ただね、今ちょっと調べてみたんですけれども、真のエンディングというのが一度も死なずにクリアするっていう条件で見られるらしいんですよね。なるほどと。どんなエンディング見られるかわからないですけど、見たいよね。見たいよね。
ただまあ最初からね、やり直さなきゃいけないのですぐには投稿できないと思うんですけど、やり直して最後の戦いまで戻ってきたらもう一回そこからね動画撮ろうかなと思います。ちょっとね待ってていただけると嬉しいなと思っております。はい、本当に楽しかったです。ありがとうございました。他のまた実況も見てください。バイバーイ。